はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは。こんばんは。D のんち t ワイズです。はい、今回はブギウギの第122話について話していきたいと思います。ね。22,23,24,25,26。はい、あと5話。今日入れてあと5話。ねねま、今日は福来鈴子が、えー、歌手を 辞めるというう話でしたね、うんいや今日もね <laughs> うーんっていう感じでしたねや、まあ、めるっていうのを、うん、ね羽鳥先生なり、えー、マネージャーなりお手伝いさんや子供に言うみたいなね、うん、シーンありましたね、うんまあ、羽鳥先生はねうん ちょっとね絶縁するみたいなことを言ってましたけどねうんそれは自分にとって嫌なのか福来鈴子にとって良くないと思ったのかどっちなんでしょうかうんまあどっちにも取れるようなうん感じでしたねもうちょい羽鳥先生余裕あんのかなと思ったけど意外と。 余裕なく感じました、ね、うんまあでももし本当にこんなような感じで <laughs> 燃え尽きたみたいな感じのやめ方だとまあ私的には納得はいかないというかね、うん、どんだけの人を君は支えてんのか分かってんのみたいな感じはありますけどねうん。 なんか失礼なやめ方だなという感じに映っちゃいますね。うんねあんないいステージやってね鳥までやらせてもらってそれで健康でしょ別にそれでやめるなんていうのはね私はね本当に納得がいかないふざけんなと <laughs> <laughs> 思いますけどねうんなんどんな脚本んだよっていう。 感じがします、ねうんまあだからそれまでの見せ方がねだから落ち目になってんだかも分かんないしさうんどうなってんだ、ね、よこの演出もみたいなところがありますねあとはやっぱり脚本悪いよねそのね歌唱やめて女優やるみたいなはあって感じじゃないですかこれ 全方面に失礼みたいな。分かってんのっていう芝居を一生懸命やってる人、歌を一生懸命やってる人。え何を考えてんだみたいな。かなり憤りを感じるセリフでしたけども、皆さんどうだったでしょうか。わざと。とは思えないもんね、なんかね。うん まあ自分はね、まあマネージャーのターボーはまだギリギリ面白いなっていうかなんか、ああ、もうしょうがないなみたいな <laughs>。ちょっと笑えてくるけどね。笑えてくるってあれだよ。うん。しょうがなく笑う。うん。もう怒るのも疲れるみたいな <laughs>。そんな感じだけどさ。うん。今日の,のはないよな。今日のはないよな。がちょっと多いね。 うんいやーびっくりしたうん芸能というかそういう世界には残るんだみたいなどういうことわかんないうんこの,そのドラマだけを見てたらねうん全然わからないうんもう唐突すぎるうんいやー ねえまた愛子もなんか何だかわかんないけどねえ言うこと大人だしさ <laughs> なんだんいやまあ気になるところといえば羽鳥先生と2人で話すようなことになんで奥さんも毎回いるんだよってところもちょっとねうんちょっと気になるところではあるよね、うん 最後に来て。はあ。ねその回想シーンみたいなのもなんだかよく分かんないし。あとはその水木あゆみが何で謝ったのか分かんないよね。それと。 自分が本当に尊敬してて好きならあの最後のステージでのあの顔ないよねもうだってあれはもうお客さんが見てるステージでさ何突っ立ってんのっていううん全くの演出悪い悪いよねうんないでしょだってうんそんな大ニュースじゃんそんなことあったらバカじゃないんだからお客さんねえうん いや本当に素人の素人の芝居を見ているかのような展開かなりがっかり、うん、ねんねやシュリさんかわいそうだな本当うんとシュリさんがかわいそうでかわいそうでしょうがない、うん、はいそんな感じでえー、まああとね河水木金で 何みたいなね。あ,あ今まで言ってた俺がバカだった。みたいなのを見せていただきたいと思います。はい、私 D のチザー・ワイザー。ーね、ーボールペンはね、もう書類をね、たくさん文字をさ、書いてるわけよ、今。 うん、いろんなことにね。もうこの世はさ、まだボールペンを使わせるのか、まだ紙を使わせるのかっていうね、うん、毎日毎日、毎日毎日かいろんなものを書いて出してね、ね、うん。前も言ったかと思うけどあの、いわゆる教授と言われる人たち。うん アメリカだと本当にそういうことがないから自分の研究に没頭できる。だけど日本にいるともう書類やったり会議やったりも無駄な仕事ばっかりに時間を取られると。いや本当にね、教授じゃなくてもこの一般の庶民もね、本当にそう、うん。何やってんだっていう時間が多すぎる。うん、それは多少なきゃだめなのは分かるよ。うんえー だけど多すぎる、うん、でもなんでかって言ったら悪いやつらがいるからいけないんだよ、うん。本当さ悪いやつらって本当なんかまあでも俺なんか見た目悪いやつだねでも <laughs> まああれだけどさ我々の度を超えた悪いやつ、うん、そういう詐欺とかのすごいやつらがいっぱいいるからさもういろいろ大変じゃん。うん 印鑑証明とか印鑑とかさ、いらないよ、本当に。うまったく。何なんだ、この世は。<laughs> 本当に。頭いい人たちさ、変えてくれよ、本当に。もう、俺ら、俺でも分かるようなことの,のさ不便、不便さ、多すぎるよ。あもういい加減変えようよ。あ まあね、その人たちに任せるわけでもなくというかなんていうの、自分もね、どんどん発言してて、どんどん変えられるようなことをね、うん、一生懸命変えるようにね、まあ、常にいろんなところで言ってますけどね、<laughs> うん、ね民間で変えれるレベルは、ね、変えすぐ変えれるはずなんだから、ね、変えてもらいたい。 うんそんなことを日々考えて、そうそう、そんで、そうそう、ボールペンの話なんだけど、もうインクがどんどんなくなっていくからさ、今日は替えをね、たくさん買いましたよ。はい、そんな日々です。チャンネル登録、よろしくお願いします。ドラマ好きの方、音楽好きの方、ぜひぜひチャンネル登録してください。それではまた、バイ。